こんばんは。10月2日午後7時になりました。362回しゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、だいぶ朝晩涼しくなりましてね、今日は昼間も若干涼しかったですかね。お昼ぐらいからですね、雨降り出しまして、今もねだいぶ降っておりますね。今日も最高気温、予想最高気温は24度ぐらいだったかな。でもそこまで上がらなかったようですね。今日は涼しい松代です。ということで、いつもの通りですね、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、かっこいい方ね。ですね、今日のゲストなんですけども、元警察官、諏訪署を皮切りにですね、須坂警察署長さんとか、あ、駒ヶ根ですね。最後にですね、駒ヶ根署長さん、歴任されまして、主にですね、知能犯を取り締まる捜査二課にお勤めだったという平沢無良さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけども、今もねお話ししたんですけども、ここに新聞に出た記事がねありますよね。ちょっと若干、説明していただいていいでしょうか。はい、ね、はい、お願いします。これは駒ヶ根署長に、転任したときに、取材を受けました記事ですけれども、ここにも書いてあります通り、ただいまも紹介していただいた通り、昭和40年の10月から平成13年の3月まで、35年6ヶ月間、警察に勤めさせて、いただきました。このうち20年間、はい、捜査二課に、勤めさせてもらいました。知能犯を取り締まるね、はい、頭なんかできないですよね。で、この記事、これ新聞じゃないですか、これ銅版ですか、これ。そうですね、元本物、本物です。子供がたまたま、次男が捜査二課に勤めておりまして、はい、当時のこの記事の関係で、記者の方に、都合してもらったということで、去年の暮れに持ってきてもらったんです。記念の残りますね、これはね、素晴らしい。ということでね、若干今お話申し上げたんですけども、そのプロフィールっていうのはあれですか、ちょっとお話いただいていいでしょうか。はいはい、簡単に申し上げますと、はい、出身は伊那市です。伊那市、はい、ここ松代なんですけど、はい、誠にその通りですが、昭和59年の3月の移動でですね、松井署にあります県の警察学校の教官になるようにという事例をもらいまして、ここに来させてもらったんですが、そのままここに居着いたということです。そうなんですか。で、ご家族というのはどうですか。家族はですね、大家族で、女房と5人の子供、はい、7人家族ですが、はい、ただ女房は、もう20年以上前に、重いくも膜下出血で倒れてしまいましたね。それで、後遺症が、重い後遺症を背負ってしまいまして、ずっと私自宅で在宅介護してたんですけれども、症状が重くなってきまして、去年の6月から施設の方にお世話になって
おります。はい、じゃあ今はお一人で。子供が5人のうち、上3人が男、下2人が女なんですが、長男がまだ結婚したんで、私と同居しております。ああそうなんですか。はい、で次男さん。次男は女房の勧めで警察官になりまして、それで今捜査二課のお世話。あ、お父さんの後継いで捜査二課ということなんですね。それでは、はい。で、お父さんも捜査二課、はい、次男さんも捜査二課、ね。じゃあそうすればその知能犯についてはもうベテラン中のベテランですね。もう全てを知り尽くしたと。いやいうことじゃないですか。なかなか そこまではいかないんですけれども、まあ、はい、警察官人生の半分以上は捜査機関にいて、そうですね。そういう方だったから絶対あれですよね。オレオレ詐欺になんか絶対騙されっこねえですよね。そういう気持ちは、前は持っておりましたけれども、これが、誠にお恥ずかしい話ですが、まさか7年ほど前にですね、もう少しでオレオレ詐欺で、騙し取られるという時代に追い込まれました。真面目な話ですか。真面目です。そう、偽りのない話です。はい、さっきもね申し上げたんだけど、捜査二課ってそういうのを取り締まるとこですよね。捜査二課。そうですね。ですよね。ただね、私がいた当時は、この特殊詐欺っていうのはね、まだなかったですね。なんか言い訳してます？少し言い訳しないとちょっと面目立ちますね。ああそうですか。はい、でその具体的にはどんなふうに騙されそうになったんですか？そうですね、はい、これは一つの参考にしていただければ、ね、そりゃそうですよね。捜査時間の警察官が笑い話だったら、ね、結構面白いですよ、ね。はい、どんなふうに、ね、具体的にはどうだったんですか？恥ずかしながら、そうですよね、概要を話させていただきますが、先ほども言いました通り、年ほど今から7年ほど前のことだったと思うんですがね、犯人から電話がかかってくる前の日のことです。たまたまですね、その警察官になってる次男の奥さんが、うちへ来まして、確か金曜日だったんですけどもね、今主人は軽沢署の方へ、事件の応援に行ってるんだけれども、明日は土曜日だから、もしかしたら帰ってくるかもしれない、なるほど、こういう話をして帰ってたんですね。そうすりゃ、この話聞いて、帰るならまたここへ、ちょっと顔でも出すかもしれないな、でも来るんじゃないかと、ちらっと思ったんです。これがそもそもの誤りの第一歩でしたね。電話来ちゃった、それ、翌日ですね、土曜日だったんですが、突然自宅に電話がありまして、今一般に言われているもしもし俺だけだという電話がかかってたんですね。これを聞いた私はつい、昨日の、そう奥さんの話あるから、あの話をもうありましたので、電話来るんじゃねえかと。名前はたけしって言うんですけどね。次男さんがたけしさん、まさかたけしじゃねえかって言っちゃったんじゃねえでしょ。言っちゃったの。素直なもんです。あら俺だけどなんだたけしかって言っちゃった。言いました。これが第二の失敗ですね。あらそれ で、そうですか、たけしかって言ったら、そうだ、
そうに言いますよね、はい、そうだった。で、なんだって言ったら、いや電話をあのトイレを落として壊しちゃったもんで、携帯の電話番号を買ったけれどもということで、携帯の電話番号を言ってきたんです。捜査機関の方がそれで騙されちゃって、ちゃんと丁寧に私は、はあ、あの言われたのをメモしましたね、あんなはい、それでその日終わった。その日は終わり、それで終わりました、はあはあ、でまた電話来た。ですがあのその次のが日曜日でしたけどね、はい、日曜日に再び電話ありましてね、いや実はその株の売買を友達に誘われてやったんだけれども、どうしても明日までに98万円必要になってしまったと。で98万円は2日経てば、確実にバックになるから返せれる。 だから98万貸してくれないかと、こういう内容の電話が来たんですね。でこれを聞きましてね、また勝手に推測しちゃいまして、うん、実はこの次男はあの養子でしたのでね、あちょっと片身が狭いかなのと頼みにくくて、こっち電話こっち来たのかなと、まあ、勝手な想像をしちゃったんですね。やっぱりそこら辺親心につけ込んでね、子供かわいい子供のためにねそう思っちゃう当たり前ですよね。いやそのタイミングがいいんですね非常にタイミングよく来ましたよね。それで振り込んじゃった。いやそれで次の日に、ね、月曜日ですから ね銀行やってますから、だから月曜日にまた電話すると、いうことで、それで月曜日に電話やっぱり約束通り来まして、これからキャッシュコーナー、銀行のキャッシュコーナー行って、そこから電話くれと、で言った口座に現金を振り込んでくれと、こういうことを言われまして、分かったと、それで振り込んじゃったんじゃないでしょ、それでですね、本当通帳をもう持って前で取り出して、外出の用意をしてけれど、その時点でですね、でも今までの流れを見ても、ちょっとこの釈然としない、なんか割り切れないというか、ちょっとおかしいなという感じがありましたので、あじゃあそれとも子供のところへ、その元の元の電話に、元のところへ一回電話かけてから銀行行くかと。よかった。それで分かった。そうしましたら、それがオレオレ詐欺だということが分かったんです。なるほど。子供さんに怒れたでしょ。いや怒ることはしないです別に怒ることはしなかったですが、そうです、あ電話した途端に、あそれは詐欺だよと、ね、時間もだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、平沢さんね、捜査2課の方が騙されそうになったと。で長野県では結構このぐらいあるんですか。これが長野県の資料ですかね。そうですね、だいぶあるんですよね、これ警察の方で候補に使ったという資料だそうですが、はい、今年の1月から8月までの間に、はい、長野市内で、36件もういるんですか、発生しているそうです。約4000万の被害に遭っているようですね、はい、それでこれが件数、はいはい、これはですか、年代別、年代別ですね。オレオレ詐欺がやっぱり特殊詐欺の代表的な典型な詐欺ですけれども、70代80代私のような、70代80代でも私のような高齢者が
よくかかっております。それで、だいぶ引っかかりそうになったんですけども、だいたいこんなような。そうですね。手口でですね、オレオレ詐欺だとか、はい、還付金詐欺、税金が戻るとか、はい、医療費が戻るからっていうね、こういう口実の詐欺、それから架空請求詐欺、これはサイトを使ってやった。3つが主な。これが主な詐欺手口、はい、でこれで、詐欺にかからない。これが5か条ですね。まずこの中にも、他にも言える言葉ですね、やっぱりうまい話、それから金の話、これはまず疑ってかかる。なるほど。それからできれば必ず家族に相談する。なるほど。こういう、これがもう第一条件ですね。誰かに相談すると、そういうことですね。なるほど。平沢さん相談しなかったんですか。いや、たまたまね、あの時には子供が2人、まだ当時長男長女いたんですけれども、2人とも土曜日日曜日仕事や遊びでいなくて、これもまた偶然だったんですよね。そういう、まあ、あの時騙される状況にあったっていうか、そういうお膳立てできてちゃった。本当にすんなりそういうお膳立てがあって、そのお膳立てにこっちが勝手に推理をして推測をして一人相撲を取ったって、こういうものですね。もう時間もねだいぶ過ぎちゃったんですけども、やはり、最後にですね、捜査二課のね、平沢さんが騙されそうになったという、我々もねもうどこで騙されるか知れないんで、必ずもうね、さっきの五箇条を注意していただいてね、引っかからないように、いうことですね。すいません、その通り、お忙しいところ本当に今日はありがとうございました。お世話になりました。三田さん、はい、警察官でも騙されそうになるんだ、俺たちは気をつけねえと、本当に今ねお話のように、やっぱりそのなんていうか、偶然がうまく重なっちゃって、今のお話だとね、やっぱり電話来るんじゃねえかなと思った時に来ちゃうから、もうてっきりそう思っちゃう、これでもうやっぱり、相談する人もいなかったというような、そういう状況がこう重なっちゃって、まあ騙されなくてよかったんですけども ね、まあ、お互いに。でも新聞見ると毎日だよ、毎日詐欺のってあれ、ね、気をつけましょう。そうだね、三田さん気をつけて、ありがとうね、今週8日の日、ね、7日8日とですね、10万石祭りが行われます ね、で10万石祭り の、あれですね、大名行列は10月8日日曜日に行いますという形でね、真っ白城から出ますのでね、ぜひご参加いただければありがたいなというふうに思います。まあ結構車混むのでね、できるだけ乗り合いで来ていただくっていう形もいいかな。置く場所はねあることはあるんだけどね、やっぱりちょっと大変かなって思うので、シャトルバス使ったりとかっていうのね、だから歩くだな、あ、歩くのもね、大丈夫だと思いますけどね、お任せいたしますね。ということで来週ね、これちょっと面白いんですけど、カフェがねできたんですよ。カフェ、三田さんカフェ専門だね食べるの好きだし ね、でちょっと行ってきました。岡田さんって方、まだね30代、なんですかね、かき氷もね、やっぱり重点的にやってる、一年中食べられるんですって。どこできたんですか。あのね、マッスル病院の近く、そこでね、できるっていうので、内容的、中身もね、昔のね、なんていうかな、スタジオ、そういったところでね、
それは、ね、一年中かき氷や、ああ一年中かき氷できるんで、自分のね、あそれね聞いた方がいいな、自分でね、うん、作ってね、その汁って、汁っておかしいな、あのなんか、ね、そう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 、かけるやつね、そうそうそう出てこない、かける、はい、汁じゃない、汁田さん汁なんかまずそう、そう、うん、汁なんて言ったらまずそう、じゃあ次回はちょっとかけるやつね、あそうそう、まあその方がいいな、はい、はい、それをねやってらっしゃる、はい、なそれをねやってる方がね連れてきて、はい、はい、ちょっとねお聞きしようかなと思いました。食べるのもなんかやってるんですか、うん、食べるものやってるんだよ、あそうですか、うん、子供さんがね、うん、結構ね、うん、来て一緒にね、うん、親子でっていう松浦ではちょっとねないのでね、面白いなと思います、はい、じゃあそういうことで来週笑ってるんだもん、来週ね知るなんて言うからみんな笑ってんだもんいいじゃないの、うん、はい、ということでじゃあそういうことで来週ね、はい、はい、私がパーソナリティを行います、よろしくお願いします、はい、じゃあそういうことで、はい、来週よろしくお願いします、それでは、お楽しみ垂れじゃない。